上九一木村。上九一木村は山梨県国中地方、西八代郡にあった村。2006年、平成18年3月1日、北部の古関、梯地区が甲府市へ、南部の小陣、本栖、富士ヶ峰地区が南鶴郡富士川小町にそれぞれ編入された。1989年、平成元年から村に進出したオウム真理教は、開拓農民が手放した元国有地の富士ヶ峰地区の各所にサティアンと呼ばれる多数の出家信者を居住する施設を建設し、サリン製造などオウム真理教事件を起こした犯罪の拠点となった。さらに、村民の住宅からオウム真理教が仕掛けたと思われる盗聴器が多数発見された。1995年、平成7年3月20日、東京都の営団地下鉄、現東京メトロの通勤電車を対象にした地下鉄、サリン事件が発生し、2日後の3月22日、サティアンに警視庁の強制捜査が行われ、同年5月16日に開祖である麻原彰晃が逮捕されるに至り、サティアンはことごとく取り壊され、翌1996年、平成8年10月31日限りで最後まで、村に残っていた信者らが、教団の破産管財人の退去勧告に基づき、教団が決めた退去期限を迎えるとともに退去、7年ぶりに教団の撤退が実現した、捜査対象として残っていた第7サティアンのサリンプラントを除く。この大捜査では、数百名に及ぶ警察官、迷彩服、自衛隊から貸し出しを受けた化学防護衣着用の警視庁。山梨県警捜査員が派遣され、多くのマスコミ取材班も現地に張り付いた。毒ガスの使用も懸念されたため、陸上自衛隊の化学防護隊も出動し、村は一時期混乱状態に陥った。連日に及ぶ報道の結果、オウムの村として、上九一木村の認知度は一挙に日本各地に知れ渡した。その後、負のイメージからの回復のため、1997年、平成9年にテーマパーク、富士がリバー王国を誘致して運営していたが、経営難により2001年、平成13年に閉鎖された。関連記事、日本の市町村の配置分合合併と分割の両用も参照すること。上九一木村は西八代郡に属していたが、行政のつながりでは、富士河口湖町、富士吉田市などとともに、富士五湖広域行政事務組合、事務局富士吉田市下吉田6丁目の構成村として、富士北六地域多くを委託していた。電話の市外局番も、吉田 MA に属する0555区域となっている。その村域は、三坂山地を境に二分され、南側の高原地帯には小陣と本栖と富士ヶ峰の各地区が、北側の山海には、橋本古関の両地区があった。南北は国道358号で結ばれ、村役場は古関地区に置かれていたが、南北を結ぶバス路線はなく、住民の生活圏も、北部は甲府市や中道町や市川三郷町などとの、南部は富士北六地域との結びつきが強かった。官所の管轄も北部と南部では違い、例えば警察署は、北部が市川署、市川三郷町、南部が富士吉田署の管轄で、また保健所は、北部が甲府保健所、南部が吉田保健所、富士吉田市の管轄下にあ。さらに、南部には小陣湖、本栖湖があることから、観光面でも富士河口湖町などと一体化していた。こうした生活圏の違いを背景に、住民アンケートに基づいて北部は、甲府市、中道町、芦川村との合併を、南部は、河口湖町、勝山村、芦和田村との合併を目指すことになり、2002年にそれぞれ法定合併協議会を設置した。南部については、協議過程で上九一木村と河口湖町、勝山村、芦和田村との間で意見がまとまらなかったため、3町村が2003年11月15日に合併して、富士河口湖町となり、北部の甲府市などとの合併時に南部を分離して、富士河口湖町に編入する方針となった。だが、甲府市などの法定合併協議会では、中道町が住民投票の結果を受けて離脱し、芦川村も同調して、合併協議は崩壊した。さらに南部でも、藤川口湖町の名称決定に不満を持つ、住民による合併の見直しを求める請願があり、これが議会で採択された後、村議会で全域での甲府市との飛び地合併が検討されるようになった。全村での甲府市との合併は、南部の住民の間で反対が根強く、2004年6月10日に集計された住民アンケートでは、甲府市との合併が分割して、北部は甲府市と合併、南部は藤川口湖町と合併を上回ったが、僅差であったために、甲府市長は慎重な姿勢をとり、2004年11月28日に、甲府市との全域合併の是非を問う、住民投票を行った結果、反対多数となり、全域合併を断念した。その後、南部については、村議会は、鳴沢村との合併を打診したが、同村が合併しない方針を取り続けたために、断念し、藤川口湖町との合併協議を再開することとなり、2005年1月4日に上杭式村長が藤川口湖町に合併協議の再開を申し入れて、2005年1月31日に藤川口湖町との法定協議会を設置した。一方で、北部については、甲府市との合併を引き続き検討したが、甲府市との合併協議からの離脱後、笛吹市との合併を検討していた中道町が住民アンケートの結果、甲府市と合併と特例法期限内に兵が過半数を受け、上杭式村北部とともに甲府市との合併を再協議することとなり、2005年2月2日に甲府市、中道町、上杭式村北部で法定協議会を設置した。両協議会ともに合併期日を2006年3月1日とすることで合意し、細部の協議項目については過去の協議実績があったため、順調に協議が進み、2005年2月28日には甲府市、中道町、上杭式村北、3月3日には藤川口湖町と上杭式村南部の合併協定調印式が行われた。双方の合併関連議案が3月16日までに関係各市町村議会で、7月6日には山梨県議会で可決され、7月29日に総務大臣が官報に告示したことにより、平成の大合併においては他に例を見ない分合療養による市町村分割が正式に決定された。双方とも合併後の町あざ名に旧町村名は使わないこととなった。これにより、オウム真理教の事件により知れ渡った村の名前も、2006年2月限りで消えることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。